はい、前のパートからため撮りでやっていきたいと思います。前パートは前パートは豚の指輪をゲットしました。怖かった。骨がたくさん落ちてあるような場所があったし、まあとにかくこれにてこの人に指輪を渡すことができます。豚の指輪、あ、でもなんで豚なん？まあいいや。あ、でも待てよ、いけるんかこれ。装飾は黒ずんで見る影もない、悪臭化するとか、そんなん渡していけるんか。これはありがとう。どこかで鍵の開く音がした。別に豚のでいいんだ。そうっすか。こまめなセーブ。さて行くか。こっちね。うん、何事？あ、割れてやんの。なんで？なんで？なんでなんでなんで？銅像は何にも悪いことをしていない。指輪を欲しがってただけなのに。はあ、そうですね。確かここが4階だった。一回、攻略サイトを一回見たことあるじゃないですか、僕。片目を閉じるのがいいの答えが全然わからんで。その時で見たんですけど、この魔女の家、5階でラストです。つまりこの先がラストの部屋、ラストの階。何かあるんでしょうか。まあこの辺は一緒やけど、一応調べてみましょう。とうとうラスト5階に来ました。ビオラちゃんを待つ運命とはいかに。ん？なんや、びっくりした。逃げるパターンのやつかと思ったけど、さっきの女の子が助けてくれた。なんこれ。え？ステンドグラスが割れている。外は真っ暗で何も見えない。こっから出てきてバーッと襲いかかってきたけど、あの女の子が助けてくれた感じかな。いいとこ悪いやん。この前驚かしてきたけど。けど本当、何が出てきてもおかしくない状態やな。お、ドアがある。お、なんこれ。開かないでしょうね。なんこれ、まずこれ全部に人形物が出てきて、紫の台座があるがあって、ノーヒント、張り紙なし。どっかで見逃したってわけじゃ。え、まだ割れたかな。割れすぎだろ。ちくしょう、ちくしょう、もう出してくれよ。こういう時って張り紙がなくてもドアになんかヒントが書かれてる場合が多かったけど、なんだこれ。適当にやってみろって言いたいんかな。じゃあ俺は赤が一番好きなんで赤を持ってみます。持っただけ。置きました、持ちました、置きました。何のこっちゃ。え、なんだろうこれ、何がしたいんだ。あ、でも待てよ。けど赤い人形、青い人形、緑の人形ってあって、こういうなんか台座も青と緑と赤がある。紫の人形はなんかは知らんけど、そう考えたら多分こう緑を一旦こっちに動かす。で、赤を取って、赤の方に動かす。それを他の色でもやっていく。
これでどうかな？正解。これはちょっとひらめいたね。簡単かな？クライマックスの匂いじゃないか。黒猫ちゃん、いや、ここが最上階みたいだよ。そうなんか。魔女の家の探索もこれがラストになったとは。ファイルを開けておきますね。コーヒー、あ、ジンジャーティー。ジンジャーティー、そんな飲み物があるのですか。ジンジャーエールの炭酸抜き版で考えたらいいのかな。なわけないだろう。花いる。ゾウ、ゾウ花ではないだろう。ゾウ花って、まあいいや。のバラが置いてあるが、飾られているか。二つの入り口。そして花。美しい花。ごきげんよう。うん、ごきげんよう。うん。お。緑は鳥が食べる。何の緑？うん。何か用かね。静かにしとくれ。何か用か言って。とりあえず、この緑は鳥が食べるってどういうことか。もしかしてあの人形のことなのか。とにかくラストの謎かもしれないね、これは。さて、右の部屋に入りましたとさ。ん？うん。牢屋か、これは。で、上にもまだ行くところがあると。あ、入れば。おう、閉じ込めてくるわけじゃなかった。よかった。で、これは？饒舌のという、饒舌な花たちという本がある。彼女たちは美しく、そしておしゃべりである。彼女たちの特徴をここに記す。白い花は、この庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。へえ、綺麗なんやな。赤い草は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要である。赤は嘘をつくか。常にってことは嘘つかつかんのかな。黄色い花は可愛らしいが正確に難がある。要するにツンデレ？あれか。見た目美人、性格ブスって言えばこのことか。この花がから取れる花粉は人を殺しも生かしもする高級な薬になる。へえ。おう、白と赤と黄色か。で、なんか牢屋っぽいところがあって。なんこれ。薬を。うん、薬を。金属製の鳥かごがある。様子を見る。何かが力なく羽ばたいている。で、こっちは何これ。赤い草は一つとおしゃべりしている。嘘つっきょんじゃ。要するに嘘つっきょんじゃ。影がかかっている。中から何者かのうまき声が聞こえる。話しかけてみる。うえぐほごほ、薬、あんた薬持ってないか。持ってないわ。唾は吐かれた。薬って何のこっちゃ。金属製の鳥かご。今は開かね、開けないようにしましょう。鍵がかかっている。こっちは何も入ってない。で、ちょっとこっち気になるな。気味の悪い植物が道を塞いでいる。で、こっちは？そこの見えない大きな穴がある。気にする必要はないってことかな。薬か。ごきげんよう。白が一番美しいんだった。これが一番美しい。となると黄色い花がこっちには。
や、これやな。本当にイライラするってないわ。性格がきついになったな。誰かあの子を罰してくださらないかしら。そうすれば、そうね、私たちの頭にできる粉を少しばかり分けて差し上げるのに。これが薬か、もしかして。あら、あなた随分太い腕が生えているので、おほほ。女の子に随分太い腕とかはないだろう。性格悪いわ。あの子さえいなきゃ、私たちがここいらで一番美しいのに。ああ、白い花のことか。ねえ。その、あの子っていうのが白い花のことか。なるほど。いい情報だ。そうですね。とりあえずこれは何もないんだろう。ベッドが3つ。眠たいよ。机の下を覗くってできたよ。頭蓋骨拾っていいも、いいものかっつうの。そして血が出てきたよ。ふかふかのベッド、ふかふかのベッド。ベッドをふかふかにするなら、なぜソファーもふかふかにしない。ソファーのことを思い出した。そしてこっちにも部屋があって、お、魔女の日記4読む。女の子が遊びに来た。金色の髪を三つ編みにした可愛い女の子。え、ビオラって三つ編みか。三つ編みにしとる。もしかしてこの魔女ってビオラの知り合いか。まあとりあえずこれを調べてみようか。大きな時計がある。柱時計がある。時計は丁寧に時を刻んでいる。触るとか出てきたよ。で、これが何？花をバズせばお前も死ぬ。なんつうか、白い花を潰したら黄色に粉をもらえるんだな。で、その粉が薬になるの材料になるわけ。けどその白をこう潰したらお前も死ぬっていうのがここに書かれてるわけか。なるほど。ちょっとセーブしとこうかな。ラストの問題はなかなかややこしそうなもんがある。真っ暗で何も見えない。入れない。そうなるとしたら、こっちは先に進めんのだろん？うん。緑は鳥が食べる。その緑ってこれのことかな。としたら鳥を解放したら食べてくれるって考えたらいいんかな。ただ問題は、これが鳥なんかをわからんということ。けど、やってみるしかないかな。花の罰し方を聞きに来たの？はい、聞きたい。三つの方法の中には一つも正しい罰し方はない。ってことは、全部間違っとるってことではない。だから、罰すのはやめなさい。罰しなさいって言いたいのかい？で、その三つの罰し方って何？引き抜く方法も、祈る方法も、手折る方法も、どちらも正しい罰し方。つまり、どちらも正しくないってことかな？え？引きちぎる方法と引き抜く方法のうち、少なくとも一つは正しい。少なくとも一つは正しいってことは、引きちぎるんと引き抜くんはダメってことか。どちらも正しい、どちらも正しいってことは、どちらも正しくないっていうことでもあるから、
じゃあ手を折る方法が正しいってことか。なるほど。でこれ開けてみようかな。硬くて開かない。なんだい、価値はあるのか。なわけないか。いろいろとパズルのピースが、あれ、こんなドクロあった？お、なんか続きがあったみたい。あ、じゃなくてなんかこれだけ読め、これだけの話聞きますよ的な感じか。なんだ、そしてなんだいこのドクロ、小さな頭蓋骨が椅子の上に置かれている。またか、頭蓋骨2つに入ってる。なんでやねん、もうようわからんようになってくるよ、いろいろありすぎて。ファイル2にセーブして、はい、ここでこのパートはここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。 See you again.